一般視聴者から寄せられた不可思議な映像を紹介する本当にあった呪いのビデオ。まずはこちらの映像からご覧いただこう。ここが県にある、心霊スポットとされている廃墟ですね。早速入っていきましょう。関東にある心霊スポットの廃墟を投稿者が撮影した映像である。カビの匂いがすごいね。カビ臭いよ。めちゃめちゃカビ臭い。一見ただの廃墟に見えるが、この映像には不可解なものが映り込んでいた。お分かりいただけただろうか。一瞬ではあるが、画面中央に注目していただきたい。日本人形がありますね。廃墟には絶対にいるはずのないプッチンプリンが恨めしそうに映り込んでいる。プッチンプリンをプッチンできなかったプッチンプリンが大好きだった人の怨念がプッチンプリンとなって姿を現したとでも言うのだろうか。毎晩一人暮らしの部屋で何者かの視線を感じるという投稿者が寝る前に仕掛けた監視カメラの映像である。1ヶ月くらい前からですがね、毎晩誰かの視線を感じるようになったのは。それでさすがに怖くなって監視カメラを仕掛けたんですけど、まさかあんなものが映るなんて。初めて見た時は本当に震えが止まりませんでしたね。それでは問題の映像をご覧いただこう。投稿者しかいないはずの部屋で床のきしむ音が鳴り響く。そしてさらなる恐怖をカメラは捉えていた。画面左上に注目していただきたい。映像が乱れたその直後、この世のものとは思えない姿の男の子がベッドの後ろに佇んでいる。男の子は投稿者の笹本さんを睨みながら何かを伝えているように見える。映像はここで途切れた。男の子は笹本さんに何を伝えたかったのか。
我々呪いのビデオ取材班はさらに調査を続けた。近年スマートフォンのアプリでも簡単にライブ配信ができるようになったが、これからご覧いただくのはとあるライブ配信中に起こってしまった不気味な映像である。こんばんは。はい、初見さんいらっしゃい。はい、まあ土曜日のね配信なんですけども、今日はちょっとちょっとねいろいろやらないといけないことがあって一日中家にいたんですけど、時間ができたんでライブ配信してます。いらっしゃい。なんか太った？太ってないっすよ、全然太ってないです。このライブ配信者は中学生で、この映像の投稿者はこのライブ配信者の視聴者だったという。見えちゃうのかな、冬は。まあ、むくんじゃうってのもあるよね、顔が。今何してたの？今はねちょっとこれ、はい、モンスターハンターサードのね攻略。攻略見てました。今ちょっと陣王がに苦戦してます。村の陣王が今ちょっと苦戦してて、ちょっと陣王が強いんだよね。お分かりいただけただろうか。太ってないっすよ、全然太ってない。画面中央に注目していただきたい。今何してたの？今はねちょっとこれ、モンスターハンターサードのね攻略。中学生が絶対に見るはずのないジャンルのアダルトサイトが開かれている。このアダルトビデオに出演した後に亡くなった老婆の亡霊が少年に取り付いたとでも言うのだろうか。このライブ配信の数日後、配信者の少年は亡くなったという。毎晩一人暮らしの部屋で何者かの視線を感じるという投稿者、そしてその正体がこの世のものではない男の子だということが判明した。男の子は投稿者の笹本さんに何かを伝えようとしている。一体何を伝えようとしていたのか。調査を続けていた我々呪いのビデオ取材班はついに真実へたどり着いた。それでは映像の真相をご覧いただこう。調査の結果、投稿者の笹本さんはスパゲッティ職人だということが判明した。この男の子はスパゲッティを食べたくて投稿者の男性の部屋に住み着いたマガマガしき悪霊だとでも言うのだろうか。